始まりました姉貴始まったよマーク始まりましたようん今日は先週に引き続き正直すぎる武蔵正格闘技ニュースース,ースキックボックシング編

これ出てたける天心戦がちょっと危うくなったみたいなね大榊、うん、原さんが、うん、ちょっと分からないみたいなことをコメントしてましたよねちょっと難しいみたいなコメント出しましたよね、うん、そもそも難しいっていうことになったのはなんでやったっけ、えっと、やっぱ双方のちょっと言い分がまとまらないみたいなことですねも、ま、<か>とと、はい、記事だと 一応12月29日に埼玉スーパーアリーナがキャンセルされたっていうのを日刊スポーツが報じてそれに対して武尊選手が不確定な記事を出すのはやめてほしい叩かれるのは選手答えが出た時に発表するし今もう実現に向けて話し合い続けて準備してますえでもさ実際さ、うん、正規の一戦みたいな形で言われていやんか、うん、そんなんでええのって思うよね まあできればもっとこうもう半年前くらいから決めてこういろんな折を含めてじゃ,んじ,ゃんじゃんじゃん盛り上げていってっていう形の方が一番望望ままししいいですよね。もうお膳立てはできたぜみたいなところで選手たちはもうその試合のために万全をの体操を作るとお客さんはもう大急ぎでチケットを買ってでも大きい会場を満員の状態にすると。うんうん 時は来たっていう状態にいですよ、ね、ならなあかんのにもう読んでもあともうすぐ年末ですってっていう話だからもうあれですよ俺今だからもうだ今旅行行こうかどうしようか迷っちゃってるくらいですよ年末旅行行こうかいややるんだったらテレビでやっぱ見たいなとかも旅行行ったらなんか見ないじゃないですかテレビ <laughs> どうしようかなって迷ってまやまず、あ、ちょっと待ってよ旅行行くんだ俺も誘ってよ <laughs> <laughs> いや俺こっちはもう いい諦めて俺うまくのでもそう思う人いますよ、きっともっと早く発表してくれたら旅行じゃなくて埼玉スーパーアリーナ行ったのになとか絶対そうな,りんなるなるじゃないですか<あ>ここやっぱ体重とかでもめてるんですかねちょっと分かんないですけどあのマーフに確認したいけど k 1の選手ってままあまあその特例かもしれんけどは出れるの1回出てますよね、武尊<そ>は昔。あ 昔ねでもその後にちょっと雷神さんと k 1さんがちょっとこうなってしまってるやんかな一回正直その k 1の中の事情は俺は知らないですそこら辺の事情は全くもう解説でもずっとやらせてもらってますけどまあそれだけなんであっそうかそこは雷神と k 1の話になるけど別に特例が出るかもしれんもんねんにややるったら ライジンでやってもいしもしかしたらフラットな場所でっていうことになればもっと面白いんやけど、まあ、ライジンとの契約があるからフラットも何もだって天使はもうずいぶん前からあと雷 n とライズのこの2試合でキックボクシングが引退ですって発表してるわけじゃないですか、うん、だから雷 n しかないじゃないですかる、ね、やるんだとしたらまあまあたけるがライズに出ることはないもんね多分。 まあそれはわからないです。ですね、まあ、もしかしたら、そこもあり得るかもしれないですよね。あり得るかもしれない。え、分かんないですけど。おお<ー>。まあ、そこは分かんないです。まったく。な、なんか、なんか、館長もツイートしてますね。やはり、大晦日の地上波。年末のゴールデンプライムは魅力的です。富士と阿部山の調整も終わ,終わってるから、何も問題ないでしょう。二人の試合は紅白を超えて、歴史的な本物の戦いとなる、なるよ。え。本当。<laughs> 調整終わってるって、あ、館長言ってますけど、ツイートしてますけど。え。 感情そんなこと言うてええのなんか知ってんですかね感情。わかんないですけど、まあ。いやまあ、わからないよね。うん、これが全部知ったかえった面白い。感情すみません。よくしいよ、く。いよ

こう天心が引退した後って、俺、うん、なだれ式にいい選手を引退していくような気がするんですよね。天心がまあボクシング行ってもしタケルとタケル選が実現しないでいったらタケルやれますかね？この後モチベーションあるかな <laughs> 難しくない<も>ないですか？もうやめるやろね。やめるやろねって俺が言うたら <laughs> あかんなかもしれんけど。 でもモチベーションがててやから選手っ最近思ってるのがやっぱこう天心もそうだし、うんまあ、武尊もそうだし才能ある選手いっぱい出てきてるじゃないですか、うん、出てきてるね武井良がボクシング行ったりとかするわけじゃないですかうん、うん、してるね、うん、やっぱこうよそに行きたいなと思わないシステムがあることがすごい重要なんだろうなって、うん、それはもうそれはもう昔から俺は思ってることやよ、うん、でも昔なんて自分とも武蔵さんもう k 1から他に行こうなんて一切思わなくないですか 一切思わなかったねね一、まあ、一切切思思わわなないですよ、ね、一切かったしまあマー君はチャンピオンとして君臨してたけど俺はもうずっと挑戦の立場やしもうそんな余裕もなかったから、うん、やっぱそこっていうのはやっぱすすごく大事ななんんだろううって思うんですよねこの一戦はそ,そういう意味でもすごく大事というかあまあそうですよねやっぱこうやっぱ実現した方がその格闘技界は。 盛り上がりますよね。やっぱスポットが当たるんで、それを見たこう若い選手がまたそこに自分もそこを目指したいと思う選手が出てくるんで、うん、やすごい重要な試合ですよね。よねうん、実現するっていうことは、うん、いやそこに夢も持てるしね。うん、まあね、だ一回僕のマサトチャンネルにも来てもらって、うん、なんかや今後の展望の野望を喋ってましたよ。 やめた後どうしたいかもしそれ気になる人いたらマサドチャンネルチェックしてみます <laughs> やめろお <laughs> 売り込みやめろ <laughs> 売り込みまあでもあれですけどねやっぱこうみんな全力でやろうっていう向きで向き合ってるらしいですけどねうんもちろん、うん、あね、まあ、いい方向で住めばいいですけどね、まあまあ、大きな金も多くで多分いやらしい話するな <laughs> <laughs> そ,れでそれで下の選手たちも夢持つんやから 昨日ちょうどジム行ってたんですよそしたらレフリーの和田遼岳さんとカメラマンの有名な格闘カメラ尾さの長尾さん長尾さん二人長尾さんパーソナル受けてるんですよ和田さんのすげえホン俺そっちの方が一番面白いんやけど和田さんがいきなり結構格闘技の話するわけですよその3人僕とねこの3人が集まったら格闘技の話になるじゃないですか普通にそしたら和田さんが「雅く君」 吉成チェックしてみてよめちゃくちゃいい選手だからってちょうど言われたばっかだったのへえ和田遼学ご推薦そ,そうそしたらこうチェックしてみちゃうって言われてチェックしたら和田さんレフリやってるわけですよやってたやってた見てチェック済みでマークに進めてきたそしたら見てたらこの選手もセンス半端ない<ー>この選手の試合見たら距離感うまいし猫みたいに柔らかい動きするしあ,<ー>あの昔からさ そのムエタイの流れを組む日本人ムエタイ選手って結構多いやんまあこういうガチガチのねガチガチやねんそれってムエタイ選手からしたらあんまり上手くないムエタイの選手の真似をしてるっていうやっぱり対人が多いのファイターのねもう危なくなった時こうなるやつが多いけど対人ってだけど最初は上手いやつってこういう感じやからこうリズムとって柔らかい柔らかいこれそうそうはいってこうそうそうまあまあそういう動きですよ上手いムエタイ選手の動きができるはい ってことやよね、うん。しかもこう天神になんか挑戦してるっていう挑戦状ね。うん、なんなんかこのさちょっと試合の VTR 見たらこれいやままさにこう天神ってやっても面白い試合するしますよ、うん、この選手。次の世代の面白い選手になるんじゃないですか。ねえ、もう今胸帯で言うたらラジャー取ってルンピニも取ってるから、うん、こっから次例えばヨーロッパだったらグローリー行ったり、うん、ワン行ったり、うん、で。 もしかしかたら総合にそのうち転向して UFC を目指すような選手になるかもしれないし、うんうん、またボクシング行くかもしれないしねねただそうななっちゃいけないけですよ、ね、ボクシングニッターがボクシング総合とかこうやっぱこう…そこの自分のやってきた競技でこう<う>骨を埋めれるようなこう環境にね,ね大事ですそれこそ、ね、この間ねアーネスト・ホースト先生とピーター・アッツーと,ちょっと電話でしゃべっ ちょおとついピーターズの誕生日に、はい、おおハッピーバースデー」って言ったけどその時にホーストが「グローリー」あのー、会場見に行ってたのかな、うん、今「グローリー」すごいみたいやばい<ー>盛り上がりが会場も超満員で<ー>でっかいとこでやっぱそういうところをちょっと目指してほしいよね日本にとどまらずもう世界でも活躍する選手、うんうん、まあもう実際こののラジャーとルンピニの ダブルタイトル取ってるっていう偉業は成し遂げてるわけやから、うん、それはもう世界が放っとくわけゃないからね、うんうん、でも頑張ってほしいなで,、ね、でも天心戦はちょっと俺裏見たいカードかもしれんまあねでもこれ、うん、あでもあれかその最後の引退試合っていう話もあるのかそうよああそれは面白いっすねそれは見たいっすね最後の試合にこのあこれ面白いな <laughs> それは面白いな,な,なかが決まればあ<ー>面白いよ 面白いよ。あそれ面白いよこれ。それは面白いですね。でもあれじゃない？<の>こんなさ、無敗のままボクシングに行く予定がこう人生上り坂下り坂のまさかっていうのがあるかもしれないねこれ。まさかがまた使う。いやこれこれあるかもしれない。また使う。いやでもでもあったその白鶴ぶって。いやいやでもやっぱ人生って意外と思ったようにいかない時あるじゃないですか。うん、あの。 マークが今言ったみたいにやっぱこうずーっと勝ち続けてる選手ってこれ見てる人だってこう面白い心理で負けるとこ見たいなんねん <laughs> ほんまに、うん、あの勝ち続けてる選手が倒れるところを見たがんねんだからそれの期待に変わんねん勝てるかは分からんだけどめっちゃゴブルか、うん、もしダウンでも取るもんならこいつ逆に大ブレイクするよ もしかしかて年末でやるって可能性もあるだってどっちみち天津大晦日やるわけじゃないですかまだ相手決まってないでしょあるあるえっえっ武尊戦がなくなったらってことでしょそれはそうありえんじゃないですかありえますよねなありえますよねこれはまたおもろなってきたよ俺ちょっと俺こっちの方がみたなってきたかもしれないまあまんま持ち上げんどいて<ー>あんまり持ち上げないたら、えー、こっちの方がみたなってくる可能性があるあ まあでもどっちにしろ、お<う>どっちも面白いですよねかみ合うと思うよ、めちゃくちゃだってこれ、多分この吉成選手は土壇場で試合の1週間前にもしちょっとやってくれって言われたら多分この選手やりますよ、まだ二十歳じゃないですか全然失うもんなしの怖いもんしらんじゃないですかうう、うん、しかも1週3日前でもやるんじゃないですか受けると思いますよ、この選手。昔の某ーイ師館長にむちゃくちゃ言われてた時の俺を思い出すんやけどあでも、その可能性もありますね。 でも逆に天心からするとタケル戦があってその後二ヶ月後か三ヶ月後に吉成選手、うん、ちょっと競合すぎやしないですかこの二戦ダブルヘッダーまあエン、ええ、ちゃんも三対一とかやっていいな。え！ええなんで白金早く結婚してしまった何で拍手 <laughs> またここでも三敗目です。 いやでもある意味あいつ1回嫁はんに逃げられてるからあのこれ再婚やあこれ再婚ですか再婚ないであいつ嫁はん日本に来てか綺麗な奥さんいましためっちゃ美人やったね。めっちゃ美人やったけどあの別れて兄貴まためっちゃ美人です兄貴また回目まためっちゃ美人です。 このマイケルジャクソンの偽物みたいな男やったお前腹立つ今やったら勝てる俺今やったら勝てるよ今やったら勝てるよやったんだよ、もんアレキ、負けっぱなしじゃないすかいやいや、負けっぱなしか言うなほんまに、ほんまに凹むぞ、ほんましゃま喋らのあるぞあのね、でもね、レミー・ボヤスキ前の奥さんに何て言われて離婚したか知ってる知らない。んて言わた 私だってモテるのよって,って出てったらしいちょっと浮気してたのじゃ。浮気してたかもしれん浮気がバレたんかもしれん推測ですよ、うん、こうレミーがすごい調子乗っちゃって「はああ俺らめっちゃ思ってくださいお前なんか」みたいな感じで奥さんにしちゃったってことしたから「私だってモテるのよ」って怒ったってことですか可能性あるね、はあうん、まあ基本レミー・モエスキーナルシストやから変わってて「俺はジャージーお気なひん」とかなるほどなんか そのアスリートやのにスポーツ選手じゃないっぽいようなことを多分よく言うてたからかっこいいもんほらレミーの前の奥さんも白人じゃなかったでしたっけ白人白人今回も白人なんですねでも俺は前の奥さんのほうがタイプどっちでもいいけどそ急にどっちでもいいとかやめてくれるタイプって言われてもね前の奥さんのほうが綺麗やったっていうあそうなんですか俺的には兄貴はえ 兄貴は予定なし。予定なし。永遠のチェリーボーイ。<結構> <laughs> チェリーボーイって言うな。<laughs> チェリーボーイとか今頃言うな。<laughs> ーーちょっとなんかわからんけど <laughs> 年齢は年齢やけど照れるわ。<laughs> チェリーボーイじゃないでしょ。チェリーボーイじゃない。桜 <laughs> 誰が桜モヤ。<laughs> <laughs> まあまあまあでもレミーボーイヤスキーおめでとうほんまに。ああねはい。 今回は出ていかれんように幸せな家庭を築いてほしいね。じゃあということで今週のニュースはこれくらいにしておきましょうか。ちょっんか言おうかなと思ったけど何もなかった。<laughs> あレミってまだ最近なんですかこうど,どんなことやってるんですかこのインスタミーとえでもジムやってるよねジムやってるジムやってるよジム経営してるし結構アーツとかホースとかと結構交流持ってんじゃないみ,みんな仲良くやってる感じなんですねうんやっぱりその旧 K1 のレジェンドたちはみんな結構仲良く交流持ってると思う。うん